温かいものを食べたいね。ご遠慮なくご覧ください。素材が足りないようですね。では道中のご無事をお祈りしています。酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、何事だ。ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか。いいえ、別荘もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出てそのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと。それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。一番手は誰だ。
Unleash it! Han! Ready? Just guy! ここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。さらしぬのか。わずかに違う。おそらく浅手だな。誰かの飯、食ったばかりだ。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。村からは無事に出られた。ああ、だが猛虎兵を見かけた。俺たちを探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社の御神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったから、今のところ誰も見つかってない。隠れろ。去ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になった。いっそみんな殺してくれるよな。もうすぐだ。さっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ？蟻塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてたって。そりゃひでえ。何をしておる？ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。安全だ。お
お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。宗太郎、聞け、大変じゃ。どうした、みんな置いてきたのか。力を入れるのに痛むと言ってた。小山、見つかったんだ。みんな捕まったのか。殺されるぞ。敵は何人だ。数え切れないほどです。戦える者は俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。ブブは猛虎だ。四方から飛ぶぞ。隠れ。そんなに強い。どうしよう。深手の奴は。いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない、酒井様のおかげだよ。この者ら猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。そのつもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え、人助けをしたいのです。ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。止まれ。野党どもが何の用だ。村には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるな。門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。
先日くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。ねえ、稽古台を使ってる人を見たことある？私の弟、武器を握ったことがない。お戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜざれ言を語る？本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ、人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森、ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになるぞ。心からそう願っております。引き返さねば。鋭利な切り口ではあるが、腕はあまり良くない。ムクロだ、作り話ではないということか。焚き火、人がおったようだ。
を追い払うための仕掛けか。死んだばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。男に顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。Thank you.
が湧く語りをお前いたしましょう。はるか昔、ただいより謎を見たことがおかしくから生き延びた侍がいたとしても、気を抜くな。試しと行くぞ。よけろ。逃がすな。うん、何があった？賊に襲われ、食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。
尽きる。そうだな、もうあの子でもしまいだぞ。仲間がバーサムだ。これ以上仲間を殺させはしない。違いない。衆はこの地におるらしいが、あのある闇鳥が戦に加わらなかったらしい。まあ、病人を癒すためにあるクソ氏が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ。野営にいるルミンです。病に侵され救いの手を待ちわびています。猛虎の手は筒まで伸びておるな。カイドウも危ういはずだ。そのクスシを守ってやらねば。これ以上耐えられない。猛虎を殺し回ってる侍がいるらしい。女房の弟が飲む。役立つものばかりです。自分はどこに気持ちを入れて。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。
猛虎の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。坂井陣か。竜蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。なぜめきちょるおいがらほうがすんだ。コモダの恨み晴らしてやる。一人も残すな。Stop!
が上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。九段の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。何も案ずるな。歩くのか。馬はどうしたんだ。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろ。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああだろうな。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎だまめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。あとちょっとほど帰られるだろう。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてもな。菅笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前だ、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、大はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。シラミはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、
悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探す。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。よし、お前ら行くぞ。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。友だからどうやって助かった？あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように？逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。あいつは生きてるはずだ。もうこの嫁になったりされていない。墓におるはず。心臓が出てどれほどだ？出てから随分経った。そろそろ戻ってくるはずだ。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。
石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。矢倉にはのろし術も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。
で最後だ。食い物を探そう。ほら、食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に猛虎の小舟がある。猛虎の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。旧兵を崖に置け。周囲を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。いかしら見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さっきね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだ。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまく火に気を取られるから音を立てるなよ。食い物を探そう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。何もないな。
早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いざ、昔の話だ。隣の船か。聞こえたか。4人、いや5人がいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。竜像と話そう。この船にもないか。何かあるはずだが。
われた兵糧はどこへ。龍蔵、立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうしよう。実は俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。見つからぬよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺が奴らを養わなきゃならお前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。